第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦、ラバウルの戦いラバウルの戦いは、第二次世界大戦中、1942年の1月から2月に、かけてオーストラリア移民党治療、ニューギニアニューブリテン島で行われた戦い。日本では、R 作戦の一環として知られており、隣のニューアイルランド島での戦いも、この戦闘の一部とされる。 第2本帝国海軍主要基地であるカロリン諸島のトラック諸島に近いゆえにニューブリテン島のラバウルとニューアイルランド島のカビエンは重要な拠点とみなされており特に第4艦隊司令長官井上成海海軍中将は太平洋戦争開戦前からラバウル攻略の必要性を各方面に訴えていた1942年1月中旬以降 日本海軍の南洋部隊は、南雲機動部隊の支援を受け、第19戦隊司令官、島清秀海軍少将を、ラバウル攻略の指揮官に任命して、攻撃を開始する。日本陸軍の南海支隊が、攻略部隊の主力であった。1月23日、南海支隊と海軍陸戦隊の攻撃により、ラバウルとカビエンは陥落、オーストラリア軍は抵抗を少なく降伏した。 ラバウルの港を占領した後、日本軍はこの港を大規模な基地とし、また、航空基地を整備した。日本軍は、ラバウルを拠点に、ニューギニア本島に進出し、さらには、ポートモレスビーやオーストラリア大陸を目指した。オーストラリア統治下のニューブリテン島には、ヒバリ部隊として知られるジョンスカンラン中佐式の1400名のオーストラリア陸軍守備隊が配置されていた。 ヒバリ部隊は、日本との関係が悪化した1941年3月から、中流を開始した第2連隊、第22二二不評大隊の兵士716名や、オーストラリア地方予備役部隊、ニューギニアシュガンライフル部隊、一個海岸守備砲兵、中隊、一個降車砲、中隊、一個対戦車砲中隊、第2連隊第10や1 9 9隊からの文献隊を、指揮下に置いていた。 第2連隊、第22不評に属する代替軍学隊は、隊員全員が、旧政軍軍学隊出身であり、旧政軍から部隊ごと入隊させられたおそらく、唯一の例であった。守備隊の主任務は、太平洋地域の日本軍を監視する上で重要な、ラバウル近郊のブナカナウ飛行場を守ることであった。しかしながら、空軍指揮官、 ジョン・レ・ルーシキカのオーストラリア空軍の派遣団は10機の訓練用軽飛行機、4機のハドソン爆撃機という微弱な攻撃能力しか持たなかった。日本軍にとってもラバウルは帝国海軍の主要基地のあるカロリン諸島に近く、この方面から連合軍が反撃することも予想されたため重要であった。また、ニューブリテン島を獲得することで日本軍は 深い推進を持つ港湾とトラック諸島の防衛とアメリカ合衆国とオーストラリアの間の連絡を遮断を可能にする飛行場を得ることができた。この方面の作戦を担当するのは日本海軍の南洋部隊で同部隊指揮官は井上成海海軍中将である。開戦前の昭和16年9月と10月に行われた頭上演習で第4艦隊は ラバウルだけを占領しても役に立たず、同地確保のためさらに前方の用地を攻略すべきと主張している。その後大本営は南洋部隊と陸軍南海主体に対し、日米海戦と共にはエーク島とグアム島を攻略した、後、第一弾作戦でのラバウル攻略、第二弾作戦での同方面用地攻略の実施を命じた。大会指第一号により、 連合艦隊司令長官山本五十六大将は、南洋部隊に対し第一弾作戦で状況により、ラバウル攻略を第二弾作戦において、ビスマルク諸島と英領ニューギニア領方面用地の攻略を命じた。1941年12月8日の太平洋、戦争勃発以後、南洋部隊は、ウェーク島攻略作戦を実施したが苦戦し、 南雲機動部隊から一部兵力の増援を得て、12月23日に道東を占領した。連合艦隊は12月26日に第一弾、作戦、第二期兵力部署を発令し、この中で南洋部隊と機動部隊にラバウル方面の攻略を命じたと思われる。連合艦隊、第一航空艦隊、第四艦隊は1942年1月5日に、 トラック白地の練習巡洋艦下島で作戦会議を行い1月23日のラバウル攻略を決定した。ホリー富太郎陸軍少将指揮下の南海支隊はグアム占領に引き続き南洋部隊の機下にあって第19戦隊司令官島清秀少将に協力してニューブリテン島のラバウルの占領に任じられた。主に第55師団の部隊からなる 進行旅団は、不評第144不評連隊を主力とし、第144不評連隊は、司令部、三つの不評大隊、砲兵部隊、暗号部隊、補給部隊に加え、騎兵第55連隊の数小隊、山砲兵第55連隊に属する、軍楽隊、砲兵第55連隊の数部隊などから、構成された。海軍陸戦隊は、 マイズル第2特別陸戦隊から派遣された127名と第19戦隊の機雷布施艦2隻からの発出部隊合計297名の連合陸戦隊であった。陸海軍部隊はグアム島で総合訓練を行い上陸作戦に備えた。同時にニューアイルランド島のカビエン攻略も実施することになり、こちらは第18戦隊司令官。 丸山国のり海軍少将指揮下の海軍陸戦隊が担当する。上陸兵力は、舞鶴第二特別陸戦隊指揮下の3個中隊役1000名、練習巡洋艦鹿島陸戦隊85名、降車砲2門、通信隊5名であった。1月14日、日本軍ラバウル攻略部隊は、トラック諸島に向けてグアム島を出撃、進軍を開始した。 進行部隊を乗せた輸送船団は南洋部隊機関の第6船隊、第6水雷船隊、第18船隊と第23駆逐隊、第19船隊、支援艦艇,艇多数第7潜水船隊などの艦艇や基地、航空隊により直接間接的に護衛されていた。この攻略船団を内地での整備を終えた南雲機動部隊が支援した。 1942年1月4日から南洋部隊は千歳海軍航空隊や横浜海軍航空隊によるラバウル空襲を開始した。オーストラリア空軍のレルーはこの戦闘に勝ち目をがないと判断した後、ラテン語でメルボルンのオーストラリア空軍本営に対してナンバーズも立地でソルタームースと電信を打った。1月8日から9日、ナグモ機動部隊は 日本本土を出撃した。1月14日0830、ナ雲機起動部隊はトラック白地に到着した。1月14日1330、島省少子揮下のラバウル攻略部隊本体はグアム島を出撃した。ラバウルに新編予定の第8特別根拠地帯関係者は帰還沖の島に便乗した。サイパン島の第五根拠地帯所属の水や メレオン島に進出した水蒸気母艦製カワマルの水蒸気が戦団の名を行った。1月15日1530潜水部隊はトラック白地を出撃、セントジョージ海峡南方で溶撃配置についたが快適できす29日にトラック白地へ戻った。1月17日0930長毛機動部隊はトラック白地を出撃した。同日同時刻、 攻略部隊本隊は、トラック白地より精神していた第六、水雷戦隊指揮下の別動隊と洋上で合流、以後は、島少々指揮下で南化した。1月18日、前日より、グリーニッチ島に進出していた日本軍、水上偵察隊は、ラバウル湾内の偵察に成功した。その後も、水上偵察機隊は、輸送船団の対戦、対空紹介に従事した。 同日夕刻、攻略部隊支援部隊の従順洋艦4隻は、トラック白地を出撃、攻略部隊本隊との合流地点へ向かった。1月19日、支援部隊は、洋上で、ラバウル攻略部隊本隊に合流した。1月20日午後2時、カビエン攻略部隊の第18戦隊、第23駆逐隊、輸送船3隻は、トラック白地を出撃。 南下を開始した。1月20日、南雲機動部隊の空母4隻から発進した航空隊、K109 機がラバウルに第一空襲を観行した。8機の99式艦上爆撃機が攻撃を仕掛け、戦闘で3機のオーストラリア空軍の戦闘機が撃墜され、2機は不士、残りの機も損傷を受けた。日本側記録では4機撃墜、1機不士に。 オーストラリア人の飛行士や乗組員6人が戦死し、5人が負傷した。ナグモ機動部隊の損害は、冷戦1、艦拓1、観光1の合計3期で攻撃目標を完全に達成したため、第二次空襲は中止された。オーストラリア軍基地は破壊され、オーストラリア軍不評部隊はラバウル時代から撤退することを余儀なくされた。一方、 ナグモ機動部隊は一航戦と五航戦に分かれて行動する。一航戦は21日にカビエンを空襲、五航戦はニューギニアのライトサラモアを空襲した。オーストラリア軍のカビエン守備隊は守備不能になり逃走した。オーストラリア陸軍部隊は日本軍が上陸するであろうと予測したであったブランチ湾の西岸に沿って配置につき、 残存していたオーストラリア空軍の2機の急降下爆撃機と1機のハドソン爆撃機は、来に向けて撤退することとなった。航空機が何人もの負傷者を乗せて離陸した後、オーストラリア軍は飛行場を爆破した。またカタリナがカビエン南西を航行中の第6戦隊と輸送船団を発見して通報した。ポートモレス B より飛行艇3機が爆撃に向かったが、1機は5号船の 冷戦に撃墜され、搭乗員は青葉に救助、収容された。1月22日、一航船は、K46 機で、ラバウルに空襲を観光した。この日の損害は、干爆日記不時期であった。翌日の上陸戦闘においても、赤木の冷戦9機と、干爆6機が、上空警戒と支援を行った。1月22日夜半、カビエン攻略隊は、 カビ園沖合に到着した。翌23日未明、ビエン白地に3隻が突入して、大発動艇を展開、上陸作戦を観光した。日本軍部隊はニューアイルランド島に上陸し、水深が深くて危険な泥沼に満ちた海岸を進軍した。別動隊は島中に散壊し、日本軍は抵抗を受けることなくカビ園の中心街を支柱に収めた。 別動隊は飛行場の修理に取り掛かった。25日、約300名は、東山丸に乗り、ラバウルへ移動。他部隊もカビエン近海の相当を終えた後、順次ラバウルへ移動した。1月22日の夜、ラバウル攻略部隊は、ラバウルに接近して、入り泊した。1月23日、0330、駆逐艦持月は、ラバウル北西海岸方面に陽動、陽道。 牽制砲撃を行った。天洋丸に乗船中の海軍陸戦隊はクレドナ島に上陸して0345に総統を完了した。この後、海軍陸戦隊はラバウル上陸戦闘に加わった。夜明け前、日本軍は新プソン湾に侵入、まず第56区戦隊と第14総会隊がラバウル湾内の総統と総会を行った。 上陸戦闘は順調に展開したので攻略部隊指揮官は巡洋艦や駆逐艦でラバウルやカビエン周辺の総統を行ったが特に快適しなかったラバウル占領後は駆逐艦に加えて沖ノ島野生川丸の水上偵察機も陸軍の総統作戦に協力した陸軍大佐クスノセマサ率いる第144連隊を中心とした5000人の部隊が ニューブリテントへの上陸を開始した。上陸部隊に対して、オーストラリア陸軍は、反撃を試み、シンプソン湾、ケラビア湾、ラルアナ岬周辺の砂浜の近くでは、激しい戦闘が行われた。連隊長代理、クワタイジロ指揮下の、第3大隊、第144不評連隊は、バルカン浜において、オーストラリア軍、第2連隊、第22不評大隊と、 民兵から反撃を受けた一方、他の2体は防衛されていない場所への上陸に成功し、島内部への進撃を開始した。数時間のうちに、落内飛行場は日本軍に抑えられ、スカンランは、己の命を、必ずや守れと全軍に命を下し、オーストラリア軍兵士と民間人は、中隊規模の小集団に分かれ、ジャングルの中に撤退し、南北の海岸に沿って退却した。 この時点で、ラバウル攻略戦における、オーストラリア軍の組織的抵抗は終わった。その後1月23日の戦闘の最中に、オーストラリア軍は2名の士官と26名の歌士官を失った。オーストラリア空軍は撤退作戦を立案し、島内での戦闘の終盤で当初は、空軍配下の地上要員を地上戦部隊に転向するよう命じていたが、 デルーは彼らを避難させることに変更し、飛行船と一機残っていたハドソンを彼らの避難のために用いるべきと主張した。その後、オーストラリア軍の兵士たちは何週間にもわたって、日本側に捕まらずニューブリテン島内に隠れていたが、ヒバリ部隊はこの状況のようなニューブリテン島内でのゲリラ戦に対する支援の準備が整っていなかった。補給不足から、 ゲリラ活動をするオーストラリア軍は疲弊し軍事、遂行能力は減退していった。日本軍の紹介兵は英語で、諸君らは食料も手に入らず、この島における逃げ道も確保することはできない。降伏しない限りが死を待つばかりであると書かれたリーフレットをばらまき、また飛行機から投下して配布した。日本軍のホリー司令官は第三大隊と、 第144不評連隊に、カゼル半島の南部を捜索し、オーストラリア軍の残党を確保するように命じた。日本軍は2月9日に、ニューブリ天島の南岸のガスマタに上陸し、オーストラリア軍の退路を遮断した後、数週間のうちに1000人以上のオーストラリア軍兵士が捕まるか降伏するかを経て、捕虜となった。1月24日午後5時15分、大本営は、 ラバウルとカビエンの占領を発表し、その意義を解説した。ラバウルとカビエンを占領した日本軍は、直ちに航空基地の設営作業に入る。ラバウル占領直後より、日本軍はポートモレスビー方面から飛来する大型陸上機や飛行艇の夜間来襲に悩まされ、すぐに航空戦力を整備する必要があった。1月25日、 横浜海軍航空隊の九十七式飛行艇八機が進出して紹介任務に従事した。一月二十七日、第五航空戦隊は九十六式艦上戦闘機十八機をカビエンに空輸し、これらは順次ラバウルに進出した。日本軍はアメリカとオーストラリア間の連絡路遮断を機として一月二十九日にポートモレスビー攻略をカレー南洋部隊と 南海支隊は3月から4月にかけて、パプアニューギニアやツラギ諸島を攻略すべく、作戦準備を進めた。また、南洋部隊伝令作、第6号をもって、ビスマルク諸島方面軍攻略部隊は、解散、新編の第8根拠地帯を機関とする、 ビスマルク諸島方面部隊が新編され、同方面の防備警戒に従事することになった。島少将の第19戦隊など各隊、各艦は順次、トラック白地に引き上げた。支援部隊の第6戦隊も30日にラバウルに入港して燃料を補給した後、同行を去った。一方、連合軍側の民間人数人と、 オーストラリア軍ニューギニア方面司令部の主幹数人はニューギニア本島からニューブリ転島に対しての非公式な救出作戦を立案し3月から5月にかけて450人の兵士と市民が回路救出された。日本軍は即座にラバウル飛行場が受けた損傷を修復しラバウルはニューギニアにおける日本軍の最大の基地となりこの地域の防衛のようとなった。 日本軍のラバウル基地の掌握後、日本軍による基地再建を阻止すべく、オーストラリア軍は3月にラバウル空襲を試みた。アメリカ軍はクーボレ・キシントンを機関とする機動部隊を派遣してラバウル基襲を試みたが、2月20日にラバウル基地より発進した一式陸上攻撃機に迎撃される。立航多数を撃墜したが、首襲との暴露により撤退した。 一部のヒバリ部隊の兵士は、ニューブリテンとニューアイルランドで、島内住民と連携しつつ残存し、日本軍に対してゲリラ作戦を行い、オーストラリア側に、日本軍の出港情報を供給する、コーストウォッチャーズとして活躍した。捕虜となった1000人のオーストラリア軍兵士のうちおよそ160人は、2月4日、ゴロトルとワイタバロの4つの独房で虐殺された。 この虐殺を逃れた6人の生存者は後に裁判の関門において虐殺の状況について鮮明に語った。オーストラリア政府は捕虜となった兵士はトルプランテーションの近くのジャングルに小集団で連れ込まれ日本軍兵士によって銃剣で虐殺されたと断定した。また、この場所の近くのワイタバロプランテーションでもオーストラリア兵の捕虜は射殺されたとしている。 連合国は後に、これらの虐殺の責任を第144不評連隊の指揮官であった楠瀬正雄に求めたが、1946年下旬に、彼は職を断って命を落とし裁判の場に出ることはなかった。少なくとも800人の兵士や200人の民間人のオーストラリア人などの捕虜は、1942年の7月1日にモンテビデオマルで、 ラバウルから日本へと向かう途中、アメリカ軍の潜水艦スタージョンによって撃沈され、命を落とした。1943年の11月下旬に、ハルゼー帝特機化の航空母艦サラトガトプリンストンなどの部隊によるラバウル空襲で、ラバウルの日本海軍が一掃されて、以降、大日本帝国軍の大型戦闘艦は一切、ラバウルに現れることはなかった。とされる。 1943年12月、アメリカ海兵隊がニューブリテン島西部グロスター岬に上陸し、その後連合国軍はカートホイール作戦などニューブリテン戦線を行い、日本軍の動きを徐々に制限していった。1944年の11月、オーストラリア軍第5師団の先行部隊がラバウルの南岸のジャキンオットワンに上陸し、ニューブリテン島に オーストラリア軍が帰還することとなった。その後、党の周囲にオーストラリア軍の数部隊が上陸し、数部隊が北進して、ワイド湾とオープン湾の間のマゼル半島の基地を横切るラインを確保した。この後、オーストラリア軍は、ラバウル周辺の日本軍主力を分断、包囲すべく、軍を動かしている。1945年8月15日、ポツダム宣言を受け入れ、 日本が降伏した際、ラバウルに尚6万9千人の兵士が残留していた。ありがとうございます。